はい、お疲れ。はい。今日ヤマハのパスに自転車のカゴつけんねんな。あ、パス自転車売ってるかな、カゴ。あれ意外とないね。この前、大和字サイクルでもない言われたから。あるかどうかわからんで。とりあえずヤマハパス買いに行った平方のお店に行って。この前ルークス乗ったな。この前ルークスの、あ、ボクシーでラーメン行ったんか。え、ルークスやな、でも。ルークスも乗ったな。え、じゃあルークスで行ったんや、ラーメン屋は。あ、そうやね、ラーメン屋さんルークスで行った、覚え、忘れちゃった。これルークスよりこのミラー、カメラ、性能がめっちゃいいから。うん。驚きの連続やろ。OK。あそこ速度な。夕焼けやな。左な。あれ左。うん。はいよ。オッケー。降りたとこ右で。はい。トンネルくぐる。あれトンネルになるの結局は。効果かな、分からへん。あそこくぐって、ちょっと行ったら、あそこ駐車場あるからそこで入れようか。はい。キャラバン乗りやすいやろ。うん、乗りやすい。トラックみたい。うん、でかいしな。でかい、無駄に。そう、やたらでかい。キャラバンなんか、見やんよな、他に。なかなか見ひん。うん、そうや、なかなかな。全然見やへん。見たことないかもしれん。まハイエースばっかり。いや、そういうなや。じゃあ、そういうことじゃない。いい意味で。クーラーよう効くやろ。パーキング止めて、自転車。カゴあるかな。元ベロ、元ベロやったかな。分かる分かりますわ。ダイワサイクルは買い物カゴめっちゃあってんで、多分20種類ぐらいあってん。こんなにあんのに使うやつないんですかって言ったらないんですって言われて。あ、そうなん。規模的には絶対ダイワサイクルの方がでかいねんけどな。なかったら朝日も寄ってみようか。朝日どこだ。あ、ほんま朝日ここにもあるし。わかる。わかんない。ちょっと徐行で。どこだったかな。あれちゃう。P 黄色に緑の字の。ここちゃう。あ、これか。うん、空空って書いてる。え？ここ。開いてるこれ。空いてる、空って書いてるからな。どこ空いてる？狭っ。とりあえずまっすぐ行け、まっすぐ。あの人も完全前から入れて持ってるな。これは絶対お前無理やろ。無理やろ、これ。オッケー。一回止めるか。お、一回止める。よいしょ。よいしょ。これは難しいな。よいしょ。ほら。ほんま、始まってる。これ、めちゃくちゃ狭いやんか。こういう時はな、
よし、とりあえずバック。とりあえずバックして、よし、これはこの中で U ターンして入れると思う？無理ちゃう。無理と思う。よっしゃ、これなんとかこうして、とりあえず左に寄ってグッと、なるこっち寄せて、こっち側をなるべくスペース開けんね。ほんでもうこれ末切りで、これやったらタイヤちびんねんけど、もう末切りで、よいしょよいしょ、この狭いスペースを有効に、よし。ほんでもう止まったままこうやってタイヤ切っとくね、こうやって。ほんならあれもう、はい、入るで。すごどうよ、よいしょ。これでもあれやな、そっちの、ま、頭が突っ込んでる車おるやんか、うん、それがもうカツカツに止めてんねん、こっち側に。この人当てるときに出えへんか。当たるかもしれん。でもあれやな、運転席そっちやから、うん、大丈夫やろ。どう、すごい。とりあえず入った。何が起きた今。あ、もう上がったっちゃ、もう板が。あ、板が上がったってこと？うん、多分。まだ上がってないよ。あれ？今何が起きたんやろな、ブレーキガーって言うたな。分からん。これが日産のええとこや。チャリンコ出してください。じゃ雑いやんけ、この置き方。オッケー。じゃあちょっと。これ速度何キロ出んの？え？何キロ出んの？20。20？ 23。22、23。普通にこれで。へぇ、なんかもうやばい時は30キロぐらいで。やばい時、やばい時が分からんもん。遅刻そうな時は30出るんや。はい、今日はこの山パスにカゴをつけに来ました。ここのカゴ、なんか数学で使うからカゴがいるということで、平方の購入した元ベロさんに来ました。カゴつけたらどんなのなんやろ。よっしゃ、じゃあちょっとカゴつけたらかっこよくなるかな。わからない。なるんちゃう。なるんちゃうか。まあでも通学やからな、いるな、カゴな。また元ベロさんでつけてもらいます。いいやん、ポイって入れるからええな。なんかあったらな、うんうん、いいやん。あー、これちょうどいいで、大きさ。ほんまに S やったらちょっとちっちゃかったんちゃう。わからんな、 S なかったな。なんか自転車のお姉さんも今あるからこれに C やみたいな顔しとったんだよ。はい、じゃあヤマハパスシティに前カゴをつけてみました。じゃあ今からラーメン行こうや。ラーメン屋のはしごするそうです。